笑ってる場合じゃないでしょ。急いだ方が良くない？夏越里乃です。美咲くんとは同じ大学なの。よろしくね。美咲くん、1時間目から2-4で授業があるから、教科書を持って職員室に来てね。いよいよね。どう？心境は。へえ、君でも緊張するのね。これだけど、毎日帰る前に1枚書いて提出すること。それと、後で時間割をコピーして渡すから、それまではあそこの表を見てちょうだい。
他の先生の授業もみんな書いてあるからちょっと見にくいかもしれないけど。ではこれから我が2-4へ案内します。ついてきて。ご名答、女組です。女の子ばっかりで騒がしいけど気遅れしないようにね。来た、矯正も一緒だ。ほらほら、ホームルーム始まるからさっさと教室に入りなさい。おはよう。先ほど朝礼でお話のあった通り、うちのクラスでも矯正の先生をお迎えすることになりました。美咲先生、どうぞ。
こらこら、それはどういう意味よ。君も何を言ってるか。では質問はそのくらいにして授業に入ります。先ほど連絡があったように朝礼のあった分、授業は10分短縮の40分で進行するからシャキシャキ行くわよ。どうだった？そうね。でも教えるのは教わるのより難しいところがあるのよ。ねえ、たきくんってば。できた。本当になかなか帰ってこないんだから。
どうせ変なこと考えてたんでしょう。違うの？お昼また一人で屋上で食べるつもりかなと思って。じゃあね、次は3時間目だから遅れないようにね。
こらこら、まだ来たばかりで上がっている矯正の先生をいじめるんじゃありません。質問がないようなら授業に入ります。綾野浩二先生、君たちは何度言ったらわかるの。